戸川、よもぎ庵、戸川安清慶応4年3月4日は、江戸時代の幕臣後百国。通称は、ユうさぶろう署名はあね、字は京。画号は、連戦、定発後は、よもぎ庵。戸川安城の子として生まれた。文化に年中5位した、大隅守、目付に助人。天保7年より、長崎奉行。天保13年2月より、 環状奉行。硬下2年より、西の丸留守教約。万円元年より、留守教約など養殖を歴任。文久元年後部合体のため江戸にいる将軍、徳川家持のもとへ降下する和宮の敬語役を務める。慶応2年12月に帝発隠居し、この中塚佐将友が創生しているため後目は、養子の八百次郎に継がせた。慶応4年3月4日没。墓は、 品川区上大崎の西条寺にある。安清は、天書、霊書を得意とする書の達人として知られており、家持ちの師範を務めるほどであった。有名な書に、不洗い、観音寺の本堂、演技学と昌平公の、論語の一節を書いた屏風がある。受蔵費の文は、成島市直が制し、書は、自身が行っている。ありがとうございます。